今節は33歳前後のボートレーサーたちによる戦いとなっています。2プライドラウンド第3戦アラウンド33サオリーナオープン記念、開催4日目は12レース準優勝戦を迎えます。対戦メンバー1号艇福岡西山隆弘、2号艇香川中越弘樹、3号艇が1西川慎太郎、4号艇佐賀宮地元樹、5号艇三重桐本康富、6号艇福岡音藤聡、以上のメンバーです。スタート展示は枠番通りでしたが、本番では4号艇宮地が3コースを伺うか、インは1号艇西山隆弘、今日前半レースも1着でただ1人オール3連隊守っています。2コースは2号艇中越弘樹は9レース逃げて勝っています。4号艇宮地元樹がピット離れよく本番3コース好相性水面で優勝を狙います。3号艇西川慎太郎4コースになりました。6レースは逃げて現在3連勝中です。地元の5号艇桐本康富が5コースに入ります。6コースは6号艇音藤聡は今回は着位差で18番目勝ち取っています。角は3角になりました。4号艇宮地が3コース角を取ります。スロー2艇が1フタダッシュ3ダッシュ4艇は4356となっています。この時間も非常に穏やかな水面となっています。2ボートレース上人気の1号艇西山隆弘の陰線です。第12レースの準優勝戦、インから1番2番ダッシュが4番3番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇西山、そしてセンター線は4号艇宮地と3号艇西川コースタード、逃げる1号艇西山、切り込んでくる2号艇中越にまくる4号艇宮地、内側から3号艇西川続く、逃げる1号艇西山が先頭、2番手は外から仕掛けた4号艇宮地が1停止半から2停止リード、この内側から2号艇中越が3番手から続く、スタートは正常です。一緒にマーク1号艇西山トップ、2番手争いは2号艇中越が先回った外行ったんですが、4号艇宮地流れたが、2番手2号艇中越が浮上、3番手4号艇宮地で現在上位は1番2番4番です。2周目に入っています。2周1マーク1号艇西山トップ、2番手は2号艇中越が優勢に待っていくか、握ってくる4号艇宮地が3番手、 V が待っていった2番手2号艇中越優勢、4号艇宮地が3番手、2、3番手定冠、現在1停止半から2停止差、3番手から4号艇宮地が持つ、内側から4番手から3号艇西川続きます。2周にマーク1号艇西山隆弘トップ、2番手2号艇中越に対してここでも握っていく4号艇宮地になりますが、ややターン膨れました。2番手は2号艇中越がキープ、3番手から4号艇宮地、内側から2艇審査、4番手3号艇西川、最終周回です。3周1マーク1号艇西山、2号艇中越、そして4号艇宮地、1番2番4番1二4の体系、内を切り込んでくる3号艇西川4番手からついて、これから最終ターンマークに入ります。トップ1号艇西山リードは3艇審査、2番手2号艇中越、4号艇宮地が3番手からついてラストターンマーク、これで明日の優勝戦も絶好だった1号艇西山隆弘最終ターンマーククリア、切り込んでくる2号艇中越2番手、4号艇宮地が3番手、3連単 6.1 枚まもなく合流、先頭1番西山隆弘五輪、2番手2番中越五輪、3番手4番宮地五輪、3番西川5番桐本、ラスト6番音藤が五輪です。